小原さん、今の目立ちが分かったと。そのまま目立っていただきましょう、真ん中で。じゃあ、つまろろさんね、今回まだ書かないでくださいね。小原のジェスチャーを見てから書くなよ。小原のジェスチャーを見て、ちょっと誰か一緒に答えてもらいますのでね。つまろろさんは、よく考えてください。それでは、小原のジェスチャーやってみたいと思います。それでは、お願いします。でしょうかね。最初の小論のやつから考えるとだいぶ変わってきたように思いますが、すぐ分からないかも。はい、どうぞ。はい、じゃあ坪倉さん、まずこれずつ答えたいんで、まだ見せないでお願いしますね。それでは今のジェスチャー、どうもシャロンパーもどうなってやってもらいましたか。分かった人に分けて、はい。坪倉さん、一人誰か指名してもらいましょうか。坪倉さん、まだまだです。はい、じゃあ帽子かぶってあげたら、家に上がってきて。